どうも、ねるいです。フィリスのアトリエ、続きから遊んでいきたいと思います。今回も探索しながら、村？集落？フルスハイムってところに行けそうなんですけど、誰この人？こんにちは。あ、こんにちは。こんばんはじゃないの？綺麗な人だったな。あれ、何か落ちてる。すみません、お姉さん、待ってください。あら、あなたは先ほどの？あの、この本落としませんでしたか？まあ、それは。あら、あらららら、確かに落としてしまっていたようです。ご親切にありがとうございます。これは後でゆっくり読もうと思っていたもの。あら、そんな、これって…ん？どうかしたんですか？これ、職場の持ち出し禁止の本です。どうやら、間違って持ってきてしまったようで…持ち出し禁止？大丈夫なんですか？それ…大丈夫じゃないです。もし落としていたら、どれだけ叱られていたか。あなたに拾っていただけて本当によかった。あの、よければお名前を。はい、私フィリスって言います。錬金術師をしながら旅をしてます。まあ、あなたも旅を。私はアンネリースと申します。どうぞアンネとお呼びください。フィリスさんは旅をしていらっしゃるとのこと。よろしければ旅のお話を伺いたいのですが、あいにく今は時間がなくて。今度お会いした際にはいろいろとお話を聞かせてくださいね。それではまた。アンネさんか、真面目そうだけどちょっと変わった人だったな。多分、ね、さっきの人も錬金術師かなんかっていうか、それに関わる仕事をしてる人な気がするけどね。まあいっか。川。あさて、これどっち行くんだろうな。右行ってみようか。しかし、その頼まれし植物、縫ったり縛ったり材料にしたり、糸ってとっても便利だよね。もうちょっとでひらめきそうな。なんか女の子がいる。栄養剤か。いいものないかな。新しい道具思いついた。
このフルスハイムは湖のほとりにある、この辺りでも有数の大都市なの。ここから出る船に乗って湖を渡らないとライゼンベルグには行けないのよ。お船？私お船って本でしか知らないからすっごく楽しみ。ならちょうどよかったわね。でも、おお、そっちはどうで？いやさっぱりだ。このままじゃ商売上がったりだぜ。だよな、やっぱりあそこを通れないんじゃな。いつも活気にあふれたとても賑やかな街だって聞いてたんだけど、なんだかちょっと元気がない感じだよね。何か問題でも起こってるのかしら。ここで悩んでても仕方ないよ。せっかく来たんだし、いろんなところを見て回ろう。そうね、その中で分かることもあるかもしれないし。ああもう、どういうことなのよ、まったく。あ、イルちゃんだ。おーい。あ、フィリス、あなたも船に乗りに？うん、そうだけど、イルちゃん、なんだかご機嫌斜め？もちろん。そりゃ、あんな意味のわからないことを言われたら、不機嫌にもなるわよ。ああ、思い出したらまた腹が立ってきた。なんなのよ、あの船乗り。あなたに怒鳴ってもしょうがないわね。そんなに怒るなんて何があったの？それに船乗りって？私が言わなくてもすぐにわかるわよ、きっと。はあ、疲れた。私は宿で休むことにするわ。それじゃ、バイバイ。イルちゃん、相当怒ってたな。本当に何があったんだろう。船乗りがなんか、なんだろうね。なんだろう、この音。このお店から？ちょっと入ってみようかな。あれ、ロジーじゃね。いらっしゃい。見ない顔だな、旅人か？あ、はい、私フィリスって言います。私はリアーネ、フィリスちゃんの姉です。フィリスもリアーネか。俺はロジー、鍛冶師だ。まあ、ってことはここは鍛冶屋さんなのね。なんだ、知らないで来てたのか。ごめんなさい、お店から聞こえる音が気になって。音？ああ、土を振り下ろす音か。音が気になって店に来るとは。面白いな、フィリスは。うん、ちょっと恥ずかしい。ま、これもきっと何かの縁だ。せっかくだし、うちの商品でも見ていってくれ。品質には自信がある。きっと旅の助けになるはずさ。ん？何これ？足りなくなっていたものを補充。ど？トレジャーボックス。まだ作ればしないんだね。
こいつか船乗りって。お、ひょっとしてイルちゃんが言ってた船乗りってあの人かな。あの、すみません。なんだ、俺に言おうかって。お嬢ちゃん、その格好錬金術師か。それもライゼンベルグに試験を受けに行く途中のな。あれ、よくわかりましたね。試験を受ける錬金術師はほとんどが船に乗るためにこの町に来る。俺も伊達に毎年見てきてないからな、受験者はすぐにわかるんだよ。なるほど、経験則ということですね。そういうこった。ところで自己紹介がまだだったな。俺はカイ、この町で船乗りをやってるもんだ。カイさんですね。私はフィリスって言います。私はフィリスの姉のリアーネと申します。お見知りおきを。おう、よろしくな。しかしどこから来たかは知らないけどよ、随分と急ぎで来たんだな。公認試験って確かまだ先だろ。もう少しゆっくりしても大丈夫だと思うけどな。お、そうなんですか。じゃあもうちょっといろんなところを見ていこうかな。ただ今この町から先に進むのは難しいかもな。というか無理だ。え、そんな、どうしてですか。ああ、うん、まあなんだ、詳しいことは言えん。じゃあな。逃げられたか。イルちゃんが怒ってた理由分かったわね。うん、間違いなくあの人だね。私もちょっとイラッとしたし。先に進むのが無理ってどういうことなんだろう。イルちゃんと相談してみようかな。うーん、なんだろうね。足りなくなって、どれ。宝石が売ってる。また。そうですか。ではその本は第二書庫にしまっておいてください。あら、まあフィリスさん、ウルスハイムにいらしてたんですね。その節は本当にありがとうございました。またお会いできて嬉しいです。私もです。ところでアンネさん、ここって一体。ここは見聞院、ありとあらゆる情報を集積する知識の蔵。知識の蔵。あ、すみません、かっこつけました。こちらはですね。何を隠そう、私は見聞院に勤めている人間なんですよ。え、そうだったんですか。はい、私の仕事は旅人に対し見聞院に情報を提供していただけるように促すこと。情報や知識は誰にとっても大切なものです。情報さえあれば不必要な危険は避けられますし、知識があればより豊かな生活を送れるようになりますから。なるほど。あれ、でもアンネさん、この前本を落としてましたよね。あれって書
職場の本だって言ってたし、大切な情報や知識たくさん書いてあったんじゃ。その情報は忘れていただけるとありがたいです。とにかくフィリスさんも情報をお持ちでしたら見聞院へご提供くださいな。私どもはいつでもお待ちしておりますので。あら、ではありがとうございます。こちらが今回またの、おう、あれ、しかし船が出てないとなるとその原因を探るしかないよな。何を船乗りは隠してんだろうね。なんかいろいろ売ってんな。足りなくなった。どれ。ドンペルハイト売ってるし、あ、ウニが売ってる。メニュー高いな。レフェルのとこ来た。そよ風のアロマとか。さて、どれを作ろう。どれがいいかな。これで職場、職場行った。さあ、調合
開始。材料投入。いい感じ。材料投入。これはここかな。錬金術に慣れてきたみたいね。うん、作れるものも増えてきたし、少しは錬金術師らしくなってきたかな。このままいけばソフィーさんに追いつく日もそう遠くないかも。いやだな、それはさすがにまだまだだよ。でもいつかはそれくらいの腕にはなりたいかな。その息よフィリスちゃん、頑張ってね。応援してるから。ふん、よし、次の調合は。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。